はい、こんにちは、りほこです。はい、今回は先日発売しました乙女ゲーム、テンペスト魔女のお話をしていこうかなと思っております。6月の9日にですね、ダウンロード限定でスイッチでプレイできる乙女ゲーム配信されたんですけど、そちらをプレイしましたのでいつも通りお話をしていこうかなと思っております。とにかくこのゲームに関してはシナリオが面白かったですね。はい、キャラクターに対してのときめきというよりかは本当にお話が面白くて、先が気になっていって、この先どうなるの、幸せになれるのっていう、そういうドキドキハラハラ感が凄まじかった乙女ゲームかなと思っております。っていう感じで、まあ、前半がいつも通りネタバレなし、後半ちょっとネタバレありみたいな感じでお話ししていこうかなと思いますので、よかったら見ていただければなと思っております。まずですね、テンペスト魔女、Even If Tempest なんですけど、死に戻りして幸せを掴んでいく乙女ゲームになっております。死に戻りっていうと、アニメだと、まあ最近だと、まあ、リゼロだったりとか、あとは繰り返すっていう意味では、シュタインズゲートとかだと分かりやすいかなと思うんですけど、辛い人生を歩んできて、いろいろあり、こう亡くなってしまったヒロインちゃん、アナスタシア・リンゼルちゃんですね、が死んでしまった時に魔女に、死に戻りの力を与えられてしまいます。それで死ぬごとにこう人生を少しやり直すことができるんですね。ただそう、死に戻りっていうのがそう簡単なものではなく、なんといってもその辛いのがタイムリープのその死に戻りで辛いっていうのが、死ななきゃ元に戻れないっていうのがかなり苦しかったところではありますね。という感じで、簡単に言っていくと、本当にその絶望に苛まれた人生を死に戻ってやり直して幸せを掴んでいく、大切な人を守って自分も幸せになっていく、そんなお話になっております。とにかく死に戻るにつれて絶望感が増していった乙女ゲームかなと思っております。プレイ時間に関しましては意外とそこまで長くなく、多分やりやすいんじゃないかなって思います。シナリオ的にも一人やるごとにどんどん先が気になるような書き方だったので、もう早く読みたいっていう気持ちと、ゲームの中での情報量とかもちょうどよくって、だいたい共通ルートっていうのかな、最初の序盤の共通ルートが3時間くらいで、個別ルートに関しても3時間くらいで、結構読みやすいようなシナリオボリュームだったんじゃないかなと思います。こちらのゲームに関してなんですけど、読むだけだとまあ3時間くらいで読めるかなっていう感じにはなるんですけど、他のゲームと違う点っていうのが、ノベルゲームでその読んでいくだけで、たまに選択肢があるとかだけではなく、あの推理パートだったりとか、あとは裁判のパートとかがあるんですね。なのでそこで結構頭を使うので、私は時間かかったなっていうのがあるんですけど、基本的に私乙女ゲームやるのに、できるだけなんだろう、ミニゲームとかよりかは読んでくだけの乙女ゲームが好きなんですよ。なんですけど、このテンペスト魔女に関しては、このいろんなところに行って調査して情報を集めていって、その情報をもとに裁判に役立てる、そしてその裁判も選択肢をミスするとマジでバッドエンドなんですよ。死ぬで死に戻ればいいじゃんって思うかもしれないけど、そういうのじゃなくて、ガチのバッドエンドに入るんですよなのでめちゃめちゃ私的には難しかった。でも楽しかったんですよね。うわ、なんかこれ本当にこう頭を使って真剣にやってって、これをなんかいろいろ調査してって、あ、これさっきこの証拠あったからここで突きつけるぞみたいな感じで、こう裁判で戦っていく感じのがね、すごい楽しかったなと思っております。でその裁判パートなんですけど、調査できる時間とかも決まっていて、この時間内にだいたい5、6人のところに回って、この中から数人のところに訪れて調査していく、で証拠を集めていくっていう感じになるんですけど、全員を調べられるわけじゃないので、こう誰かしらに絞って調査しなきゃいけないんですね。なのでとりあえず私はその調査のパート始まったらすぐにセーブを取って、でまず片っ端から全員調査をしていく。で調査をしていくと、その中で何人かは調査をすることによって何かしらのスキルを得ることができるんですよね。何とかのスキルを入手しましたみたいな感じのが出るので、そのスキルをもとに裁判に役立てるっていう感じになるので、まずはその調査パートのところですね。で最初にセーブをして、で、誰のところに行ったら
スキルを得ることができるのかっていうのを分かった上で、そのスキルをもらえるところに調査をしていって、裁判に向かってそのスキルを発動させる、で裁判に勝っていくっていう感じのがいいのかなと思います。私はいつも攻略サイトを見ないでやってるんですけど、今回かなり手こずりましたね。攻略がめちゃめちゃ難しかったです裁判でも何度も何度もセーブしたりロードしたりっていうのを繰り返して、初めてセーブスロットが満タンになりました割といつもそんなにセーブしなくてもクリアできちゃうところあるんですけど、初めてセーブスロットがいっぱいになってめちゃめちゃ上書きしまくってましたね。はい。そして攻略キャラについて、攻略キャラは全部で4人になっております。もうザ・上司っていうキャラのクライオス・キャソロック、そして拷問ド S マンのヒレル・アイ・リスター、で悪そうに見えて実はいい男デン・ソルフィソード、そして王子様と思いきや、このゲームのヒロインはこちらルーシェン・ノイシュバーンですねマジでこの王子様は王子様と思いきや、マジでこの作品の中の一番のお姫様だったんじゃないかっていうぐらい可愛らしい王子様だったんですけど、まあ、このキャラクター全部で攻略キャラは4人になっております。あのサブキャラに関しましてもかなり全員魅力的で、どのキャラも最後までやっていくと結局憎めないようなキャラだなっていう感じはありましたね。攻略について、攻略順についてなんですけど、攻略順決まってるんですよね。最初の2人がティレルかキャソロック、もうどっちかをこう選ぶ感じになっていて、これはね多分どっちでもいいかなって思うんですよね。あの気になる方からこう選んでやっていくのがいいかなと思いまして、その2人をやってからゼンがプレイできるようになって、ゼンをプレイしたらお姫様を攻略することができます。私は最初にこうキャソロックとティレルどっちやろうかなって選べるんですけど、私はねティレルがもう最初の時点で、あの声優さんで見てるわけではないけど、やっぱり声優さんでやられてしまって、杉山さんの攻略キャラめちゃめちゃ久しぶりで嬉しくって、あのもうめちゃめちゃ落ちてティレルを選んだんですけども、ティレルからやってしまったせいでもうティレルしか見れなくなってしまって、もうすっごいいいキャラでしたね。すっごいド S で大暴走なキャラだったのに、やっぱりそういうキャラってね、こう裏があるじゃないですか。その裏の一面がまさかっていう感じでめちゃめちゃやられてしまった。すっごい良かったです。ティレルがすごい好きになりました。はいさっきも言ったんですけど、本当にキャラクターがすごい全て魅力的になってまして、攻略キャラの4人の攻略キャラはもちろんなんですけど、すっごいなんか最悪なことをしてくる敵の魔女ですね、イシュっていう魔女がいるんですけど、その魔女さえもすっごい嫌なのに、なんかなんだか憎めないようなキャラクターだったりとか、あの一種の声優さんが柿原哲也さんなんですけど、柿原さんのこういうちょっと狂った声のキャラなんかめちゃめちゃ好きで、なんかすっごい合ってるんですよ。もちろんなんかクールでイケメンなキャラもいいんですけど、めちゃめちゃ狂った声がうまくって、ガチで魔女の声うまって思いました逆にその声が良すぎて、なんかすっごい嫌なやつなのに憎めないみたいな感じのがありましたね。そのなんか魔女も良かったし、サブキャラですっごい良かったなって思うのがマヤっていうキャラがいるんですけどね、もうこれは攻略対象でしょってぐらいね、すごいねいいメイドさんでしたね。すっごいいいキャラでしたね。ちょっと前についてはね、ネタバレありの方でもうちょっと話していきたいなと思うんですけど、サブキャラもすっごい良かった。あとはオーラですね、テンペスト魔女のシナリオライターさんやられてる牛尾彩音さんもあのツイートされてたんですけど、そのオーラの演技力がすごすぎて後からスチールを追加しましたみたいなのをツイートされてたんですね。だからどこのスチールなんだろうなっていうのをね、結構ワクワクしながらプレイしてたんですけど、そのオーラのスチールが出てきた時、鳥肌が止まらなかったですね。うわーここかーってなって、もう何も声が出ない、もうすっごいこのスチール合ってくれてありがとうみたいな感じのスチールだったし、演技力もすごかったので、オーラに関してもね、とにかくすごいキャラなのでうわいいキャラでしたね。いいポジションっていうか、推しキャラに関してはもう完全にティレルですかね。恋愛面とかに関してはこう全体的に恋愛要素は多分ちょっと薄めにはなるのかなっていうのは思うんですよ。その乙女ゲームでそのイチャイチャするとか恋愛を中心にやっていくっていう感じではなかったので、ただシナリオが結構重かった分、その些細な恋愛とかで結構ときめいたかなと思います。結構リアルに心臓バクバク言うぐらいには、その
序盤とか幸せになるまでの過程が辛すぎて、辛すぎてその些細な幸せっていうのがすごいときめいたなとは思っております。でこのテンペスト魔女乙女ゲームに入るの入らないのみたいな結構見かけたんですけど、私的にはこれ乙女ゲームだなっていう感じのは思いました。まあ、何を乙女ゲームってその方が捉えるかにもよると思うんですけど、学校でそのイチャイチャするのがメインのゲームとかを乙女ゲームって呼んでる方からしたら、もしかしたらねあんまりその恋愛恋愛恋愛って感じじゃないので、恋愛要素薄めっていうのもあるので乙女ゲームって捉えられないかもしれないけど、もうなんか好きっていう気持ちが存在してキスをしてるっていう行為も発生してるので、これは乙女ゲームだなと私は思っております。とは言いつつもやっぱりシナリオ重視ゲーっていう感じではあるので、かなりシナリオが良かったゲームかなと思っております。なんだろう、こう攻略キャラが4人いて共通やってって、1人目の時点で絶望がズンってやってきて、また2人目でズンってやってきて、3人目でもう地獄のどん底なんですよ。もうなんか辛すぎちゃって、あの3人目の時点で私はもう選択肢をもう押したくない、放棄したいっていうくらい苦しかったですね。あとまあ最後には幸せになれるんだよねっていうのを信じて、うん、最後まで突っ走って楽しかったなと思っております。あまり喋るとネタバレをしそうなので、ちょっとネタバレなしのねお話はこちらで以上にしようかなと思います。なので、まあ、伝わったかはわからないですが、かなりまあ面白かった、シナリオがね重みがあって楽しかった、で程よい絶望感っていうか、程よくないもかなりの絶望感でしたねかなりの絶望感だったけど、その中でのやっぱり些細な幸せっていうのがすっごい美味しく感じた。でアナスタシア・リンゼルちゃんがめちゃめちゃかっこよかった、かなり勇ましいかっこいい主人公最高っていう感じになっておりますので、あのシナリオ重視のゲームやりたい、読み応えがあるものがやりたい、死に戻りのゲーム好きっていう方はね、ぜひおすすめしたいなと思っております。という感じでネタバレなしは以上になっております。次ネタバレあり、はい、という感じで、まあ、ネタバレありって言ってもそこまでガチガチのネタバレありするつもりはないですが、いつも通りなんか好きだったなっていうポイントとかをお話ししていこうかなと思います。まず私が何と言ってもそのテンペストマジで辛かった3章全のルートですね。全のルートのアナスタシア・リンゼルちゃん、もうかなりもう死に戻りをしすぎて狂っちゃってる、正常じゃない状態だったじゃないですか。もうそれを見てるだけでも辛かったのに、裁判のパートですね、裁判パートで犯人でもない大切な人たちを犯人として嘘の証拠っていうわけじゃないけど、こう証拠を投げつけてあなたが犯人だって、もう相手を、大切な相手を、まあ、殺すわけじゃないですか。そこのパートがめちゃめちゃ辛くって、もうマジで泣きましたね。もう選びたくなくて、そんな選択肢選びたくない、生きててほしいのに絶対にこれを選ばせなきゃいけないみたいな選択肢が出てくるのがマジで辛くて、しかもその証拠を、その証拠をこう突きつけたところでのあのマヤのセリフなんですけど、マヤがそんな理由なら証拠ある？みたいな、あるのお嬢様みたいな感じで強気でいた時に証拠をこう突きつけていって、その時のマヤの笑顔のよくできましたっていう顔にもう涙が止まらなくて、もうなんかごめんごめんごめんみたいな、もう今もなくと、もうそんぐらいマヤがね好きだったので、あそこは本当にきつかったですね。なんでこんなにきつい選択肢を選ばせてくるのっていう、なんだろう、こう選択肢があって裁判パートがあることによって、こう自分が入り込みすぎちゃうんですよね。こうなんかただのお話を読んでるんじゃなくて、もう自分が入っちゃってるから、その裁判の中にもう選びたくなくて、それが苦しくてめっちゃ涙したっていうのが一番辛かったシーンですね。全のルートがね私一番きつかったかな。もうアナスタシアちゃんボロボロだし、どうこっから幸せになれるんですかみたいな幸せになれるんですよねみたいな感じのがね、もう自分の中でね疑問がすごい走り回ってた。でも最終的には、まあ、お姫様のルートでね幸せになれたからよかったんですけど、めちゃめちゃきつかったな三章。なんだあのきつ、私的にはやっぱりティレルのキャラクターがめちゃめちゃ一番好きだったんですよ。あのやっぱりああいうドエズの拷問大好きオーボーマンみたいなキャラのなんか
ちょっと弱音を吐くシーンっていうか、なんか信じてたものがこう奪われてしまって、もう俺どうしてすればいいんだみたいな感じの表情が良すぎて、そこでも心臓がもぎ取られましたね。うん、ティレルのこと幸せにしてやりてえと思ってたので、あのハッピーエンドでね、最後全員幸せになってティレルのハッピーエンド見た時に、なんか幸せそうな顔が見れてよかったなってすっごい思いましたね。あれもう本当にティレル私めちゃめちゃ大好きでしたね。顔面も好きだし、キャラクターとしてああいうキャラに弱いんだよなっていう、あーもう横暴そうなキャラがちょっと弱みを見せるシーンみたいなのがめちゃめちゃ大好きなので、かなりやられましたね。あとはこうちゃんとなんか名前を呼んでくれるところも好きだったかな。あとそのティレル の, そのハッピーエンドで の, あのマヤとティレルのお嬢様の取り合いでちょっとなんかプチ喧嘩みたいな、口喧嘩やり取りみたいなしてるところがあって、そこのシーンが結構微笑ましくて好きでした。二人ともこうお嬢様大好きだから、こう二人でこう取り合って喧嘩をしてるみたいな、まあ、プチ喧嘩ですけど、ああいうなんか微笑ましいねシーンがね好きでしたね。ただティレルが一番好きだったとは言ってるんですけど、私ルート的には全のルートが一番大好きで、一番その絶望したのも全のルートだけど、楽しかったのも全のルートかなと思ってます。こうなんかやっと話が大きく進んでく、やっぱりこういう観測者っていうか記憶の保持者みたいのはいるんだみたいな。だいたいなんかタイムリープものとかって3、4人目ぐらいになぜか記憶の保持者がねいるんですよね。そういうのがまた一つ分かったっていう面でも、なんか前のルートが結構前進したルートで好きでした。でもきつかったけどね、かなりかなり精神えぐられて、プレイ時間多分3時間ぐらいでできるけど6時間ぐらいかかったんじゃないかなって思います。読むのにめっちゃ怖くて時間かかってたかな。6時間は持ったけど、普通にまあ5時間とかかかったんじゃないかな。あとキャソロックの私ハッピーエンドのスチルが一番好きだったかもしれないですね。あのスチル結構多かった、普通のゲームと同じくらいなのかな、ちょっと枚数数えてなくて覚えてないんですけど、かなりなんかスチル枚数が多く感じたなと思ったゲームだったんですけど、あのキャソロックのハッピーエンドのスチルの絵の描き方がなんか他の絵よりめちゃめちゃ綺麗に感じて、多分めっちゃ気のせいだと思うんですけど、なんか他の絵よりもすっごい輝きを増してる神秘的なものを感じるイラストだったんですよね。あのイラストがね一番好きでしたね。すごいなんか表情とかも繊細で、すごいあのスチールが一番好きだなって思いました。キャソロックに関してはその1周目の死んじゃった時、死ぬ戻り前のものがすごい悲しかったんですよね。すごい辛くて悲しいエンドだったので、2人が幸せになれてすごい良かったなって思えるハッピーエンドでしたね。結局魔女とかも異種とかもすごいなんかいい子に感じれたし、めちゃめちゃ面白かったゲームだったなと思っております。もうめちゃめちゃ良かったですね。こういうなんかシナリオに重みがあって、でキャラクターも全員愛せる、そういうゲームってやっぱめちゃめちゃ大好きなので、本当に面白かったですね。はいはい、という感じで今回は以上にしようと思います。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。